さあチャンスは渡辺一馬、 F マリノス山瀬が走り込みますが、渡辺からシュート、山瀬の右足のシュートはポスト、まだあります。中村俊輔、ね、シュートを狙う、おー、来た、すごい、いや落ちたね今。中村俊輔のスーパーゴールが突き刺さった。いやシュートの意識が本当に高くなりましたね。すごいね今のシュートも。日産スタジアムのお客さんにまずは素晴らしいものを見せました。いや素晴らしい、これはちょっとビビりますよね。まあ、実際に山瀬が、クロスからポストに当てたシュートの時にキーパーの川島は、まあ、実際ここでセービングをして、この後も起きた状況で、ね、ちょっとポジションを失ってるわけですよ、はい、キーパーからすれば、はい、そこをもう見逃さないで打ってきましたから、中村俊輔は。どうでしょう、30メートルありましたよね、投げキッスも出ました。これはまあ嬉しいでしょうね、これは。まあこれはもう木村監督も井口コーチもちょっとお客さんになった瞬間ですよね、今のは。そうですね、見とれますよこのシュートは。木村和司監督は最近急に禁止と、それから乱視もちょっときつくなってきたということで眼鏡をかけているんですが、あのシュートはピンとバッチリでよく見えたんじゃないかと思いますね。